イギリス領インド陸軍は、イギリスによるインド統治時代のインド軍を指す。なお、正式名称は、単に、インド軍である。イギリス領インド植民地政府は、陸軍とは別に海軍や空軍、王立インド空軍を保有していたが日本語で単に、英印軍というと、単に、イギリス領インド陸軍を指すことが多い。シンガポールで、武装解除された日本兵を監視する。 英印陸軍第五師団兵士イタリア戦線で、ドイツ軍と交戦中の英印陸軍シーク教徒兵士、インド陸軍という言葉の意味するところは時代によって異なる。英印軍は1857年の第一次インド独立戦争の後にイギリスによって創設された。これより以前にはイギリス東インド会社が自身で軍隊を保有しその収益から維持していた。 インドのイギリス統治の間、英陰軍はインドのみならず他の地域でも、イギリス本国にとって有用であることを証明した。アフガン戦争第一次世界大戦では、英陰軍は次の戦いに従事した。第二次世界大戦の間に、英陰軍は250万人を超え主眼兵のみから、なる軍隊では、歴史上最大の軍隊となった。それらには、空挺部隊も含まれている。 1941年10月18日には第151落下山大隊がインド陸軍中に編成されている。その後第152落下山大隊と第153落下山大隊も編成された。特筆すべき英遠陸軍が参加した戦線を以下に記す。また、インド解放を基とした日本はインド国民軍を編成した。 第二次世界大戦後の1946年から1947年にかけてイギリス連邦占領軍として連合国軍の占領下の日本に駐留した。1947年のインドパキスタン分離独立に伴いイギリスは撤退し、英印陸軍はインド陸軍とパキスタン陸軍に分割された。しかし、その名残はイギリス陸軍にも残っている。現在、 保有している4個のグルカ兵連隊がそれである。さらにエイン軍と略されることもある。オックスフォードヒストリーオブザブリティッシュアーミー。ありがとうございます。